はい、哲也です。今日はね、4週寅さんへ投票、バーは鋼鉄というテーマでお話してみたいと思います。まあこのテーマを聞いただけではね、何のことかさっぱりわからないと思うんですけどね。まあおいおいね、説明していきますので、ぜひ最後まで聞いてくださいね。まあいよいよ今日、米国時間で12月14日、選挙人団538人による米大統領及び副大統領選びのための本選挙が行われましたね。一応この選挙人団の過半数270人以上が梅田さん、音読みの梅田さんに投票することになっていたので、結局現時点ではね、梅田さんが勝利し、寅さんは敗北という結果となりましたね。もちろん例年通りね、一部裏切り者がいてね、事前に約束した候補者とは異なる候補者に入れたというケースもあるかもしれません。前回の大統領選ではですね、寅さん側の選挙人は306人、ヒラリーさん側の選挙人は232人だったんですけどね、蓋を開けてみるとね、寅さんに304人、ヒラリー候補に227人が投票したという結果になりました。つまりね、7人もの裏切り者が出たということなんですよ。今回もね、多少の裏切り者が出る可能性もあるんですけどね、まあ裏切り者への罰則も強化されたんでね、体制を覆すほどの人数になっているとは考えにくいんですよね。まあですからね、最終的な得票差もね、それなりに大きいと見られます。まあ、したがってね、米国のみならず日本のマスコミも梅田新政権の誕生確定などと報道していますよね。でもね、実は寅さんにもまだまだ一縷の望みがあるんです。今日はね、選挙人団による本投票にまつわるね、興味深い情報をね、お知らせしたいと思うんですね。私はこの情報をね、この記事から得たので、今回はね、この記事内容をベースにお話ししますね。実はね、ペンシルベニア、ジョージア、ネバダ、そしてアリゾナの各州の共和党の選挙人が寅さんに投票することにしたということなんですよね。寅さんへの投票といってもですね、投票した人は各州において正式に認証された選挙人ではないんですよ。そのね、反対陣営の選挙人なんです。つまりこれら4つの州で認証されたね、民主党側の選挙人ではなくて共和党の選挙人だということなんですね。意味わかります？わかりにくいですよね。こういうとね、未認証の選挙人が投票してもいいの？とかね、投票することに一体何の意味があるんですか？という疑問が湧いてきそうですよね。実はね、米国の大統領選に関しては、プロシジュラル投票という制度があるんですよね。これは条件付き投票とも言われているものでね、公式に認証された選挙人たちが投票した候補者にですね、まあ、重大な問題が生じた際に、まあ、つまりね、そのような条件が成立した場合に、それに代替できる候補者を選んでおけるという制度なんですよね。わかりますかね？ますますわからなくなります。今回の場合ね、ある州の選挙人が、まあ、梅田さんに投票していたとしてもですね、後でその選挙人を選ぶための一般選挙で重大ないかさまがあったことが裁判所においてね、認定されたりね、あるいは候補者自体にね、重大な刑事的な嫌疑が及んだりした場合などにはですね、その選挙人らの投票を有効と認めがたい場合が出てくるじゃないですか。その場合にはですね、1月6日に事前に認証を受けた選挙人による投票結果ではなく、このプロシジュラル投票の結果が副大統領、つまりペンスさんによってね、採択される可能性が出てくるというわけなんですよ。ここでね、プロシジュラル投票を行った州のね、選挙人の数をね、確認しておきたいと思うんですけどね。まず、
ペンシルベニア州が20人、ジョージア州が16人、ネバダ州が6人、そしてアリゾナ州が11人となっています。つまりね、これら全部の州での一般選挙に重大な問題があったと認定されればですね、合計13人の梅田さんからトラさんへの票のスイッチが起こり、トラさん再選への道が開けてくるというわけですね。まあ、組み合わせ次第ではね、最悪3州でもいけるかもしれませんよ。それはともかくね、その点、大統領上級顧問のね、スティーブン・ミラー氏は12月14日、FOX ニュースのインタビューに答えてね、こう語っています。トラさん再選に導く大体的な選挙人団がいくつかの州で選ばれています。憲法で定められている日時は1月20日、つまり新大統領就任式の日だけです。だから我々は誤った選挙を正し、トラさんを勝利者として認定するまでに十分すぎるほどの時間があるんです。と、まあ、語ったわけですね。もちろんトラさんとは言ってませんよ。このように見てくるとね、トラさん陣営はまだまだ敗北を認めていないばかりかね、最後まで決して諦めず、最終的には絶対に勝つというね、強い気持ちがね、満ち溢れてるということがわかりますよね。そんな中ですね、大きなニュースが飛び込んできました。それはですね、トラさんがあのビル・バー司法長官をついに解任したというニュースなんですね。すごいですね。これまでバー長官に対してはね、トラさんはかなり不満を抱いていたと言われていましたからね、まあ、ついにね、遅ればせながら決断したということなんでしょうね。まあ表向きはね、まあ、辞任なのかもしれませんけどね、まあ、実質的には、更迭であることは間違いないでしょう。トラさんは12月14日の早朝、こうツイートしました。ホワイトハウスでビルバー長官ととてもいい会談を行った。我々の関係はこれまでずっと良好なものだったし、彼は素晴らしい仕事を成し遂げた。ビルはクリスマス前に職を去り、ご家族とクリスマス休暇を過ごすことになるだろう。とね、まあトラさんにしては、珍しくですね、なんていうかな、上品な文章ですよね。相手を気遣ったね、苦労をねぎらったというのかな、そんな感じの文章ですけれどもね、まあ内心はですね、腹渡が煮えたぎってる感じだと思いますよ。トラさんはね、これまで障害となってきたエスパー国防長官やね、バー長官をこれで完全に切ってですね、これから本格的な勝負に出るんだということなんでしょうね。12月18日には DNI、つまり国家情報長官による報告書を受け取り、いよいよね、大統領令の執行、さらには国家非常事態宣言や戒厳令の発令もね、視野に入れながら最後の戦いに臨むんだと思うんですよね。もちろん戦う相手はね、 CCP プラス民主党の大物、そして DS とね、決して楽勝の相手ではありませんよ。っていうかね、むしろね、あまりにも巨大な闇のモンスターのような存在と言えるでしょうね。しかし米国、いや日本を含めた世界のね、自由と健全な民主主義のための戦いとも言えるわけですよね。トラさん陣営にはね、ぜひ完全と立ち向かい、最後の最後までね、死力を尽くして戦い抜いていただきたいと心から切に願っております。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。Good luck。 目覚めよ日本人。これからもね、
役に立つ情報をどんどん提供していきたいと思いますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。